皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ザン企業リーグ2023セミファイナル3回戦です。はい、はい、実況私オカムと解説に、はい、麻雀警察チーム2番目より参戦しました。はい、よろしくお願いします。はい、いいですね。いやちょっとさっき高田正弘さんと話してたんですけど、はいはい、なんか整形されると。そうあれですよ、この動画が出てる頃にはもしかしたら、はいはいはい、もう出回ってるかもしれないですけど、あさって韓国行き。お、韓国ですか。はい、韓国行ってショーバッチリやってくれるかなと、はい、もう全部変えるんですか。もう原型はあんまりなくてもいいよ、はい、ってなんか楽しみですね。シュッとしたらいいなって今どうですか、気持ちが。ワクワクなのか。いや怖いですね。あ、不安が、うん、痛いも嫌だし怖いし。あれやっぱ痛いんですよね。痛いです、痛いです、全然痛いです。あ、いや楽しみですね。この動画が出てる頃には、はい、あの頃怖い思いしてたなって。うまくいってほしい、本当に。あ、いいですね、楽しみ。そっちも楽しみですね。はい、はい、さあ今の点数状況、ポイント状況を確認してみます。今1位がライフデザインパートナーで36ポイント、うん、2位サンエイト29ポイント、うん、2枚目が21ポイント、うん、でアルタイルジャパン7ポイント、うん、ドラゴン遅いチームマイナス3ポイント、うん、吉田山下がマイナス8ポイントとなってます。で上下で今44ポイント差ですね、うん、まあまだ3戦目ですから、ね、はい、うん、そうですね。で20枚以上動くの珍しくないんで、はい、まだまだフラットに打てるかな。全然フラットに打てるというところですね。で今回の対戦カードです。はい、ドラゴン細いチームから松本涼、うん、はい、でサンエイトから Y 山、うん、アルタイジャパンから平沢元気というところですね、はい、いや実力派の3名が揃ってますね。はい、そうですね、実力派ですね、まさに、かなりいいカードになりました、はい、相当面白くなると予想されます、はい、松本涼選手は、はい、DM でドラゴン細いさんに俺を出せと俺を出せと言って、はい、黙って俺を出せと、黙って俺を出せと言ってこう上り詰めて。いやいいですね、すごいですね、はい、なかなか気概がないとそこまでやらないですもんね。行ってみるもんだって感じですよね、はい、多分みんな思ったと思いますよ。うわ俺もやっとけばよかったみたいなのは。麻雀界結構狭いんでね、地道な活動は結構すぐ身を結ぶケースあるんで頑張ってください。いいですね、はい、狭いね本当に。そうですね。で、サンエイトの、ワイヤマ選手は2代目残王ですね。2代目残王ですね、はい、僕この間大阪旅行行って、はいはい、一緒に打ったんですけど、はい、やっぱ結構強かったっす。強いっすよね。普通に何回か一緒に打って、はい、ああ全然強いなって思うぐらい強かったんで、うん、はい、今回かなり期待します。麻雀警察でも思う強い強さ。あよく見てる、本当に人のことよく見てる、はいはい、楽しみっすね、はい、でもう説明不要平沢元気というところですね、はいはい、3人うち4人関わらずやっぱりパイリがしっかりしてるんで、はい、注目していきたいと思います、はい、楽しみです、はい、では選手の皆さん準備ができましたら、入場の方をお願いいたします。はい、とんちゃドラゴン細いチームから松本涼、はい、お出てきました、来ました。 DM2 期 DM2 期いいっすね俺を出せ、サクッときましたね、はい、なんちゃサンエイトワイヤマ、はい、来ましたね。ひょうひょうとしてますね。麻雀だけじゃなくてポーカーとかも強いらしい、ね、ポーカーも強いって聞いてます、うんうん、そういうゲームが得意なんだと思う、はい、でシャーチャーアルタレジャパン平沢元気、でかいですね。でかいね、はい、平沢さんってでかいんですよね、うん、なんか前、まあ、そう会うまではそういうイメージあんまなかったですけど、座っ、まあ、今座ってみても皆さんでかいですね。でかいですね、はい、今回かなり重圧な重厚な麻雀が見れるか、はいはい、まあ、押し引きとかも皆さん、上手だと思うので楽しみな一戦です。アマソラクリニックは明瞭な料金設定、手術は医者が決める、全員形成外科専門医、美容外科を革新的に変えていく、お待ちしております。お、始まりました。はい、始まりました。とんちゃん松本涼、ドラが9ピンですね。お、赤が2枚整、ね、なんか整ってそうな感じがします、はい、さあなんちゃ Y 山 E ピンがあんこ、ウーソーを引いて赤赤の花々、ペイが統一ですね。お、もう早速ぶつかりそうな気配が、はい、二メンツ、あ、悪くない、はい、平沢元気も、ウーピンが1枚花1枚と、まあメンツこそないですけどターツは足りてますね。そうですね、松本さん手いいな、はい、
ペア泣いていきそうだけど、はい、どうなんですかね。どうですかね。泣いていきたいところですかね。結構やっぱこのなんだろう、やっぱり一泣きするかどうかっていうのはスタイルによる気がします。はい、泣いてテンパイなら泣くか。そこまでは泣いてイーシャンテンと泣いてテンパイってやっぱ全然違うんで。あでもこれ面前でめちゃくちゃ張りそうなんですよね。これ泣かないな、ここまで来たら泣かないか、はい、かもしれないですね。泣かないと思います、まあ、30分固定なんで、はい、やっぱ4000点と、まあ、3班と4班の違いが結構、みんな結構手かっこいいんですけど、あんまり、はい、あこれテンパイしました。早いリーチは一周走で、これ速度感なんかあれでしょ、ワイヤーさんとかだとなんか3ピンより前にもっとね、はい、真ん中の範囲切れてたら早いのかなとかありますけど、これ何の予告もないいきなりの、そうですね、リーチですから。そうですね、周りもねなんか手整ってないよみたいなケースもそうです、はい、しかも高いですね、現状リーチ赤赤花花積もったら羽マン、はい、しかもね親のリーチで花花見えてるんでね、これちょっと中途半端な手格好からいけないっていう感じです、はい、あワイヤマさんはなんちゃですね。あごめんなさい、なんちゃですね、はい、白ポッチは出てきたと。あじゃあ親の松本さんの手がいいからちょっとしばらくまっすぐ行きたい。はい、あ平沢先生これ言いそうどうですか。出ない、切ってもおかしくはなかったですね、はい、これで松本亮もイーシャンテン横にチーピンを切ったと。水2枚壁で頑張りました、はい。まあ、親番ですからまっすぐ行ってるって感じですかね。あ、テンパ入りました。テンパ入った。スッチ1走対1走走です。めくり合いだ。はい、さあ数走、おー平沢さんがこう吸収していく。吸収しましたね今。でももう1個進むとね何切るんだみたいな状況になりかねないですね。はい、親の松本選手は、タイヤを赤赤ですね。詰まりました。スッチ1走つまがり、はい、これは食い取った形ですね。そうそう、食い取った形になってますね。はい、まあ、親番はね、まあ、積もられても結構な点数減るんで、割と押しやすいっちゃ押しやすいですね。そうですね、はいはい、よく、出上がり満願で積もったら跳ね満みたいなのがあるんで、はい、あの失う点数変わらないので押しやすいってことですかね。そうですね、親番は結局、はい、結局積もられてもねかなり払うことになるんで。そうですね、はい、さあ親番の松本選手、トンとハツがこいつでしたね。ラブトンとハツがトイツ、これは泣いていきそうですね。ラブトンはまあなんか絶なほぼ泣きそうかな。はい、さあ森山選手も早いです。もういいシャンテンですね。平沢さんの手はどうなんだろうな。平沢さん白とシャーがトイツ、やっぱりトイツですね、うん、泣きの感覚がねやっぱ人によって結構違うから、はい、ちょっとあれですね、なんともなんとも、はい。さあワイヤマ選手は、ピンズウーピン以外と、あ急走引いて先輩です、ね、これは広いですよ。サブロックウーピンパーピン開けてもいいぐらいだ。はい、締めり締めりですね。高め3アンコ、パーピンで3アンコです。現状リーチ難赤ですね。ダブトン泣いて押していきました。さあどうだ。はい、ダブトン泣いてイーシャンテン、松本選手イーシャンテン、ただ打点はすごい高い、はい、ちょっと苦しいんですよね形が。リーズもなん赤、はい、満願のつま上がりです、これはさすがに、そうですね、さすがに軽装引いた時点でもうつも発生していいぐらい勢いですかね。どうせつもるから、もうあの時点でつもみたいなもん。はい、はい、親番が38ワイヤマですね、ドラが嘘になっています。タペイガトイツヤンピンアンコですね。で選手も鼻を抜いて、はい、松本選手は今3トイツですね、現状はワイヤマさんが良さそうですかね、ちょっといいぐらいですね、はい、ワイヤマさんのペアとかもこれ泣くのかな、ちょっと見たいですね。まだ泣かないんだろうなきっと。でも結構、まあ、関西の選手っていう括りにするのもあれですけど、はい、まあ、泣いていくイメージは一泣きは多いイメージは結構ありますね。あそうですか、僕逆ですよ。なんなら、あ本当ですか、関西風の人は本当なんか横伸びとか豪受けをすごく大事にする、そうなんですね、っていう印象がありました。まあでも結構ね見てる人によっても全然違うんで、はい、でも結構差が出るところだと思うんで、そうですね、自分でもやっぱり絶対泣くぞっていうのはなんか少なくて、はい、なんか他の人の考え方をちょっと結構まだ参考にして考えてる節あります、はい、あそうなんですか。今でもそうですね、日々、
いやそう日々研鑽日々研鑽日々研鑽ですよそうですよね、やっぱね思考が凝り固まっちゃうとねこのゲームは、はい、常に考え続けないと。うん、さあそんなこと言ってる間にそう、まあ、ゴブロック、うん、数層、まあ、数層ドラ表なんでちょっと薄いんですよね。なるほど。うん、これも一応チートイツにシャンテンだけど、うん、縦は消さないから9ピン縦消さず赤を残すと。親山さんも一応イーシャンテンだけど、ね、うん、まあ、張ったら負けても良さそう。テンあテンパしてないわ。いいところですよ。1通の目を残しつつ、うん、はい、イーソーを残しましたね。なるほど。親山、うん、選手はランゾーとローソーが入ればテンパイ。白ポッチ入ってるマズってやっぱ白ポッチ見えてないタイミングで、はい、まあ、テンパイしたらほぼリーチになるんですよね。うん、だからまあ今回の親山さんのテコも張ったら形でもうリーチですね。はい、張った瞬間、うん、張った瞬間リーチですね。張った瞬間リーチは確定するんですが、どこが入るか、なかなかこれはどうしようかな。うか、だから単品と一通どっち選ぶんですかって話ですよね。なるほど、うん、これウーソー引いた時はでかいからってことですかね。そう、ウーソー引いた時にリアンハープしますけど、単品確定違反だから、いやでもどうなんだ、はい、安めのパーソンもインペコになるから、今のなんか、うん、ちょっと分かんないですねうん、ちょっと分かんないですね。そうですね、まあ、まあ、残る牌にもね影響あると思います。あ、これはいいな、はい、これウーソー引いたのでかいですよ。そうですね、打点もね来て、はい、これはペーポンしそうだな。そうですね、うん、イーシャンテンからテンパイが一番ね枚数少ないから、はい、うん、お、来たぞ、ね、でこれは、うん、やっぱ白ポッチみたいんで、やっぱどうしてもリーチになりますよこれね。即利ですね。即利です。これも高いです。悪くない、これぶつかりますよ。あ、白ポッチがない白、白、うん、ポッチがない白、花、花を引いて、さ、松本もイーシャンテンですが、シャートン、はい、どうだ。さ、リャンゾーがですね、はい、山にはゼロ。あ、ないですね。はい、松本選手が、3枚アンコですね。まあでも山にないのはこっちから見た目線で、普通にね和山さんのリーチを見る限り、なんかただの高そうな親利にしかね見えないんで、はい、そうですね、うん、まあ実際にただに高い、ただの高い親利なんですけど、はい、お、引きましたよ。ウーソー引きました。さあ、で一応一数層どっちかね切るの選べるんですが、はい、自分の目から見て数層が4枚目っていうこともあって、はい、うん、どうなんだろうなこれな、切るなら、まあ愚形に当たりにくい分数層の方がいいような気しますね。これはイーソーだとね縦に当たっちゃうんで。なるほど。まああと自分のね一通もありますしね。はい、さあ、サブローピン、そして白ポッチを引き合う形になっております。そうですね、リャンゾーは空です。これサブローピンめちゃくちゃいるんじゃないですか。サブローピン相当いいですこれ。いや結構いいですよ。でもそうっすよね、相手がゼロ枚なんで、はい、とてつもなくいいですね。そうですね、はい、もう YM 選手は白ポッチを引くしかない、うん、いやでもありますからね、それでも、はい、それでもこれ引き勝ったら強いですよ。現状サブローピンがですね、3ピンが残り2枚、はい、はいはい、でローピンが、3枚か、13枚ですね。3枚5枚まだ5枚いますよ。さあ DM に行きは、 DM に行きは何切ろうかなっていうとこですが、はい、パソ、うん、うん、さあどうだ、サブローピンか白ポッチか。サブローピンまだ出ない、濃くなってきました。白ポッチもいますよ。どうだ、9ピン、さすが、まだまだ出ない、濃くなってきました。ここに1枚吸収。どうだ、白ポッチ、鼻見て、どうだ、初、どんどん濃度が上がってきてます。上がってきてますねいや白ポッチかなり、これぐらいになるって、これぐらいになるとね、白ポッチかなり現実的になってくるんですよ。はい、あー、サブロピンね、これはまあしょうがない、高いな。メンピン一通赤赤ドラ花、大体倍満ですね、はい、倍満の1枚です。うん、上下でかいな、はい、うん、でもまあね、和山さん親ですね、まあ、3連続絶対リーチなんで、うん、まあ、まあしょうがない、そうですね、うん、まあリーチ負けって感じで、はい、あれはしょうがないですね。さあ、トンラツになりました、はい、親番が、上がった平沢元気選手、6万点持ちですね。展望状況的にもそんなに大きく開いてるわけじゃないんで、はい、まあ、あんまり打ち方に影響があるレベルではないと思います。うん、さあ松本選手いいですよ。難、役の配の難があんこ、初といつ、ピンズ一面つ、今回みんな結構いいですね。はい、平沢元気もいい、うん、みんな二面つ以上ある感じです。松本選手もいいシャンテンですね。そうですね、まあ役あるんでとりあえずテンパっても愚形なら生かな。はい、この初は
泣いていく、はい、これテンパイです、うん、感想これ結構やっぱね人によるところ多いと思います。これ今4000点のテンパイですかね、はい、はい、ヤクヤク赤市、あ、これで受け替えるか、買いましたね、はい、ウーピンとスーソーのシャンポンです。さあ平沢元気もこれでいいシャンテン、どうする？三蔵がナチュラルですが、はい、まあでもこうサンマやってて思うのが、はい、この仕事って親を蹴ることなんですよね、はい、うん、親を蹴るゲームといっても過言ではないかもしれない。おー、なるほど、うん、やっぱり親番で上がられ続けるとすぐ点数ひっくり返りますもんね。そう、はい、本当に親の取り合いですね。お、これは転売しました。さあ高め1通だですね。2曲連続1通1三品、お、迷わずウーピンを切りました。迷わずウーピン切りましたね。親番のリーチ出して早かったですね。早かったですね。怖いんですけどね、はい、お、高め1通リーソクズも1通でも大体映えますね。リーソクズも1通1、2、3、4、5、リーソクズも1通5、うん、5、10本ですね、はい、ちょうど10本、10本バイマンは1万2千点オールの一発と一発だけですかね。一発だけか、はい、1枚オールでかいな。でかいですね今の。いやなんかガタイがいい人って強いってよく言うじゃないですか。いやでもなんかその自分が見た時にやっぱりなんだろう、そのあ引き強いなと思う人がたまたまガタイが良かったのかね、分かんないですよね、どっちが先か。そうですね、でもなんか平沢さんいつも強いイメージがあるんですよね、はい、うん、いやさっきもその話をしてたんですけど、うん、はい、平沢元気選手は肉を食えという話してましたあでもまああれですよ、気持ちいいですからね、うんうん、肉を食えば引きが強くなると思ってるやつは本当に強くなるんだそういう考え方のところが来てるかもしれないですね。思い込むのが大事、うんうん、そうですそうですね、はい、平沢選手、連チャンデストラが急走ですね。またいいハイパイですね、うん、いい感じですね、はい、カンウピョン引き入れてリャンシャンテンです、うん、平沢さんってこれ本質もあるんで白ポンしていきそうな気しますね。確かにそうですね、はい、打点もいいし、はい、本質もあるしウーソーくっついても嬉しい、嬉しいし、はい、さあバイヤーさん格好があんまり良くないが、そうですね、うん、まあでもまあいずれも情報が出ないうちはみんなまっすぐ進めると思います。はい、ベンチャン、あーそっか、今平沢選手が抜けて8万4000点ですね。で8万4000、まあ展望これダブドン引きましたね。ウーソー先切り3ピン引いた時スーチーピンのコロナでかいんで2ピンは強気配と言いますね、はい、強めの気配、うん、チーピン、さあどうだ、おお、これで一応チートイツのイシャンテンにもなるし、はい、チーピン受けもあるしいいっすね。はい、長車輪の長車輪もある、長車輪もあります。はい、9ピンは泣いていく、はい、これでテンパイです。本一、赤赤花花、高いですね、めちゃくちゃ高いですね、はい、自敗の、まあ、シャンポン、はい、自敗2種類のシャンポンってもう2面ぐらいの強さあるんで、うん、もうここは無限プッシュですね。そうですね、はい、しかも4山これ2人がどう受けるかですね。さっきの、親リーチに対してウーピンをノータイムで切った松本選手は、はい、攻撃型なんですかね。まあ両面テンパイは絶対打つぞってもう心の中で決めて打ってるとしか思えないですよね。もちろんの中で、まあ、実際にねさっき親でしたよね、はい、確か、まあ、親じゃないか、あ、でも、まあ、子供でしたね、子供でしたね、はい、親リーチに対して、まあ、両面テンパイってなんか押してた方が守備力高いみたいなとこあるんで、うん、攻撃が最大の防御、うん、ただ今回平沢さんがこうドラゴン見せてる状況なわけですよ、はい、まあ本因か薬配かっていうところなんですけど、うん、まあちょっときついですよね何切るにしても、ね、当たり流配を切る時点でもうね、はい、しかも大体バイマンみたいなね、うん、仕掛けなんで、そうですね、あ、でもレオンピンテンパイが入りました。レオンピンテンパイ和山さんが今白捕まってますね。いやこれね、なんならリャンピンひょっこり刺すなんていうケースもありますよ。あ、確かに親が高いのはもう見えてるんで、あ、やったやった、これうまいうまいうまいと思います、はい、これこれいいよ、いい振り込みですか。当たってもいいと思って切ってるんですよね。なんか安牌別にあるんで、はい、うん、うまいですね。し、初のみ、うん、1000点は2000点、1000点であの平沢さんの爆裂テンパイ切れたって考えると、確かに
中が悪いっていうのはなんか、まあ、一般的にね言われるんですけど、はい、まあ、3人うちは一人一人が占めるウェイトがちょっとでかいので、はい、まあ、手の価値が少ない人たち同士の結託が今見られましたね。そうですね。これ和山選手白関してもういい射程です。突き足かも超高いですよ。急にどうだ、あ、入った。これ関してるのでダブル2にはなりません。はい、ダブル2にはならないが高いですね、はい、高いですね。リーチ白赤4。さあどうするこれ。いやどうだ、一発ノーヒントだからな。これ松本選手苦しいですね。苦しいですね。苦しいですが、もういらない牌切ってね、進めていくしかないですよね、はい、進めるしかないですね。何も通ってないんで、はい、情報がなさすぎますもんね。そうですね。なんか松本さんは止められる牌しか止められないよって言いながら押してますね。俺が止められる、あ、すごいすごいすごい。これはいや、これ周りから見るとえぐいな。えぐいですよ。何何って感じですよね。すごい、ほぼダブリーなのに、うん、さあ初泣いてきました。ここは是が非でも止めたい松本。サブローソーなんかね、これ山からもう片っ端から引いてたら積もっちゃうよいつか。はい、サブローソー残り、4枚ですかね。うん、まあ流局することってほぼないんですよね、この速度のリーチは、はい、あ、残り3枚ですね。松本さんも流局を目指してるってことは全然なくて、もう蹴りたいですよねって、流局しないように積もられる前に、はい、まあでも振りたくはないんで、はい、どうなんかな。果敢に花抜いてみて、なんか例えばよく分かんない例えば老僧とか、はい、だったらチュン統一落としで一回ちょっと回りながら前進っていう感じなのかな。うん、平沢選手はチリ統一のいいシャンテンで受け気味ですかね。受け気味ですね、はい、これこういうのですよね。難しいな。うん、3品受けが少ないんで、あ、決まりました、うん、リーズも白5丁。さあ裏ドラ、あ、あるのかこれ、あるのか、あ、なんだなんだなんだ、今なんだ、三度が見えました。あ、2個2個2個からの、お、花、花はなし。これは、リーズも白7丁、1、2、3、4、5、6、7、倍満ですね。そうですね、リーズも白7ですね。あと一つ乗ればというところですけど、2枚オールは大きい。リーズも白、そうですね、倍満ですが、はい、10本、あ、今のでかいですね。大きいです。はい、さあラス枚です。親番が3位とワイヤマ、ドラが3品です。ワイヤマさんはペイが統一だけか、ありがとうございます。ペイ統一、うん、まあ親なんでまっすぐですね。はい、予想さんはピンズが少し重い、うん、予想選手良さそうですね。さあ松本選手はここ上がっときたいですね。まっすぐ進めるんですが、はい、まあ、基本的に3人打ちなんてね、まああの何か言われるまではまっすぐなんですよ。うん、まあ、常に自分の上がれる可能性を見れるゲームなんで。はい、そうですね。なんですね、さっき聞いたんですけど、はい、ドラゴン細い今ですね、はい、歩合制だそうで。歩合、はい、歩合っていうのは優勝を、はいはい、まあ、ドラゴン細い今するじゃないですか、はいはいはい、するとして、はい、60万円入りますと、はいはい、それがこの成績によって分配が変わるそうなんです。ああ、なるほど。あ、じゃあ勝てば勝つほどもらえるってことなんですね。あ、そういうことです。あ、まあまあまあ。はい。営業会社のような。ああ、でもいいかもしれないですね。はい。まあそうじゃなくても頑張ってはいるでしょうけど。はい。貢献度によって変わると。なるほどなるほど。さあ、チードイツイーシャンテンです。が横もみ横は。うん、難しいですよね。まあでも3品ドラなんで、はい、まあ3品使いたい感じかな。3品残して。これはね、イーシャンテン、はい、うん、レンピンパンピンアポンしそうだな、ね、これはね、メンツてか、まあまあまあ、縦か横かなんですけど、スーソーいらなそうな気しますね、はい、まあ、スーソー、あ、ウーソーいった、まあ、チートイツ決めましたね、はい、イーマンがもうないからってことですかね。あー、イーマンないですね、はい、和山選手チートイツ固定、ペイを泣きましたが、ちょっと形が苦しい。和山選手はこの軽い仕掛けなんですけれど、はい、まあ、親剣をね、親続けないとまず、はい、絶対勝てないんで、うん、かなり苦しいところからですけど仕掛けていきました、はい、黙って見てるわけにはいかない。そうですね、これは、うん、これはどうしますか。むずいな、これ。まあ9ピン切ってるのが普通かな。9ピン切ると、ね、パーピン2ピンもポンできるし、ウーピンのくっつきも見れる、はい、2ピンウーピンのくっつきになるんで、うん、ピン図が全部ですかね、9ピン以外。そうですね、3ピンは嬉しいな。3ピンとか、はい、サビ引いたら1数値ピン、うん、さあどうする。そうそう、うん、リアンゾー切ってるからピンズはなんかこの振り手はいけない感がすごいですよね。おっ、テンパった、うん、おテンパりました。ドラタンキリチ、ドラタンキ
どうだ、まあ、残り2枚ですかね。そうですね、トップちょっと離れてるんでやっぱちょっと大振りに行きましたね。はい、はい、これ上がったらこれもまた倍満スタートですね。うん、白ぼっちもあるし自分が結構早めにスーピンを川に置いてるんで、はい、まあ、相手側から見てもなんか少し切れそうかなって見える範囲なんで、うん、ただまあチートイツの川にも見られてそうな気がしますよね。はい、そうですね、うん、5、4って照らしてきたんで、そう、チートイツの川ってね結構特殊っていうか変な形になりやすいんで、ちょっと分かりやすいですよね。はい、さあここ平沢がどうするか、この点数状況で、まあ、ワイヤマ選手は押すでしょうけど、はい、平沢はどうする、ローソンは中筋、うん、3B 残り1枚ですね。テンパったら行くんだけどなっていう感じだと思いますね。うん、テンパりました。うん、リャンピンぐらい行くか。チーピン、うん、リーチ行きましたね。白ポッチもいそうです。はい、白ポッチがいますね。スッチーピン対3ピン短期。はい、このいいピンはどうするわ、イエマ。かなり、かなり行きたいんだけどって感じですね。はい、リャンピン、これもどうですかね。スッチーピン現物じゃないですか。はい、でここで、まあ、万が一振ったら結構たっ、お、手まりました。カンパーピンです。カンパーピン、あー、カンパーピン、カンパーピン勝ったよ。ワイヤマ上がりです。よく上がったなこれ。ペー、アカドラ、6000の上がり。結構あのゴミクソみたいな手だったんですけどゴミクソみたいな手だったんですけど結構丁寧に進めて、はい、まあ、で1回ねリーチの一発目に一辺切らずに少し狭くして、はい、まあ、でもテンパったら押すよっていう感じで結構いいバランスだったと思います。はい、おー、ここはさすが2代目さんを、上手な人って、ね、はい、あの名人に名手なしってね、いい通りね、はい、あんまりねそんなに光るところないんですけど、当たり前のことは当たり前にねこうやってちゃんと上がりをね、はい、ヒュッと拾っていくんですよね、気がついたら。そうですね、強い人の特徴です。はい、特に3人マージャンってミスがかなり響く。そう、このゲーム実は減点方式なんですよね。はい、みんなちょっと気づいてないかもしれないですけ ど、 そう、このゲーム実は減点方式なんですよ。はい、はい、もう与えられる、あのプレイヤーに与えられるポイントが最初決まってて、はい、それをいかに効率よく取っていくかっていうだけのゲームなんで、あ、実はね内緒ですよ。戦争絶対絶対気づいて、気づいて内緒だそうです。気づいてない人いるんで内緒ですよ。はい、松本選手にウッパソのテンパイが入ってます。はい、現状チュン赤い位ですね。花引いて高くなりました。ウーソーで上がれば、マンガンです。大山さんもイーシャンテン。はい、大山さんイーシャンテン、そうですね。さあどうだ、ワイヤマは、ソードのリャンカンとカンロービンですね。両面テンパイにしたらもつもぎるだけなんで、周りがあとどう対応していくかですね。はい、さあ松本ローピンギリ。はい、ワイヤマさんもね親続けないとトップはないんで。そうですね、平沢さんは展望持ってるから逆にね難しいですよ。はい、小型2人が仕掛けてて、うん、ね、ちょっと当たりそうな範囲どこまで切っていいやら。はい、そうですね。さあどうする、選択です。ピンズのリャンカン残すか、ソードのリャンカン残すか。むずいなこれは。はい、ソードをイソ払ってきます。スーソーね1枚切れなんですよ。はい、上がりにくいんだったらちょっとなんか上がりにくい選択をしたなって感じですね。なるほど、まあでもどうなんだろう、ちょっと難しいですね。うん、ソーズもそうですね、松本選手が数層早いので下も良さそうな気もしますが。うん、さあ大山選手ドラを統一にして9ピンを切ってきて詰まりました。はい、チュン赤花ですね。13000は24000。はい、はい、さあそして次局オーラスになります。オーラスですね。ここはもう、どうですかね、ワイヤマ選手と、平沢選手の差が今24000点。うん、なので倍満ツモもしくは羽満直撃で変わりますね。平沢選手ハイバイですよ。めちゃくちゃいいな。はい、おー、パッといつだ。あ、本店ですよこれ。ペーで、あ、でワイヤマ選手が仕掛けていった。ワイヤマ選手は、まあ、そうですね、2着上等の仕掛けですねこれは。はい、2着でいいよと。まあ、それよりもね平沢さんに叩かれて続行される方がまあきついイメージありますよね。はい、そうですね。
松本さんも、まあ、我々さんがもうね、そこで来てるんだったらちょっと俺も上見てる場合じゃないっていうね感じになるかもしれないです。はい、そうですね。平沢選手まだ広くなりました。広くなりましたね。ああ、でもこれ松本さんとペンもちもちなんだ。はい、ちょっと時間かかるかもしれないですね。なるほど、時間かかると和山さんねできちゃいますよこれ。そうですね、今の松本選手の手組みからいくとペーは出なそうですもんね。出なそうですね。はい、あ、でもすぐテンパっちゃった。テンパイ入りました。これはね、リー、やっぱり白ポッチないからな、微妙だな。これはチーピン切ってリャンピンとペーのシャンポンですね。うん、なんか選択肢はいくつかあったんですけど、はい、まあ、その中の一つ選びましたね。はい、リャンピン切って黙っていう選択肢もあったんだな。そうですね、うん、ペイで出上がれるよと、うん、まあでもリャンピンとペイのシャープ全然悪くないんで、はい、まあ、リーチをかけることによってこうプレッシャーを与えていく感じですね、うん、そうですね。これ他の2人がどう受けるかですね。松本選手はまあ、うん、松本でもラスなので、そうですね、松本さんですけど、ワイヤマさんは漫画振ったらちょっとね嫌だなみたいな。そうですね。であとこれ自分がもし報酬してね、あのやった場合、平沢さんが続行するケースもあるんで、はい、もう負けられないぞっていうね。確かにそうですね、それもあるからちょっとむずいな。はい、アルタイルジャパンは点数稼いでおきたいところですからね、はい、自分が打つとより状況が悪くなるっていうね。はい、まあ、かといってそうですね、さあどうか、うん、消極的なのはまあね、手格好がそもそも良くないんでね、花花おやりに、はい、花さんになってるね、花さんおやり、うん、うん、そうですね、大体インパチって言われるやつだからな、うん、花さんですもんね。そうなんですよ、はい、これ脅威ですよね。脅威というか生きにくいですもんね、まあ、赤平均してね2枚ぐらいはあるんで、赤とかドラとか、はい、うん、そう、残りペイはもちもちでありません、うん、リャンピンが1枚山にいますね、はい、イーピンは通りそう。はい、イーピン切っていって、さあ和山どうする。一応スーピン現物なんですよね、うん、スーピン現物なんでとりあえずスーピン切っておけばっていう感じですが、残した。なるほど、スーピンのくっつきを考えたところですかね。スーピンは通るんですけど、スーピン以外が通らないんですよね、はい、3ピンとスーピン引いてきた時に困らないようにって感じですね、はい、なるほど、そう、出上がりです。あらららららうまい、なんかうまいこといきましたね。さあ、赤花マンガン、はい、マンガン出上がりです。はい、これで2着、5万点台2着ですね。食いつきましたね。いや素晴らしい、うん、はい、で、トップがアルタリジャパンの平沢元気ですね、はい、で、ラスが、ドラゴンソイチーム松本亮と、はい、ところですね、うん、はい、やっぱり安定した麻雀という感じですかね。そうですね、柔らかく、はい、そして強い麻雀いいですね。強者持ってるんですよ、柔らかさを。あ、そうなんですね。持ってる銃を銃を持ってます、ね、はい、なるほど、非常にいい試合だったと思います。はい、では、勝利者インタビューに移りたいと思います。はい、では見事トップを取りましたアルタリジャパンの平沢元気選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、強かったですね。ついてましたね、手配めちゃくちゃそうですね、なんかあの、はい、あ、ごめんなさい、手入る曲と伸びる曲が、はい、なんか相手早いときはこっちの手悪いしってメリハリついてる。あ、ですよ、押し引きがしやすかった。そう、あの下手くそでも間違わないでもあの一通のあの最初そうですね、はい、あれね、手順悪かったなって打ちながらちょっと反省してて。本当ですか。ローソーローソーですよ、ね、いや、そう、ローソーですよ。そもそもの球差のところもなんか、はい、あれっても受け入れ減らしてて、で、うん、一通はもちろん見えるんだけど、はい、まあ、このゲーム別にウーソーを引き出してるダブドラだから一通ついてるやつはあんまないし、うんうん、でしかも
ローザ引き戻したタイミングってもう想像の下めちゃくちゃ危誰も来てなくて危なかったから、はい、なんか4万っぽい手踏みちゃったなって。うーん、確かに今4までは結構ありそうになってる。4までだったらそれでもなんか1つのリアハン超大事なんで残したんですけど、はい、そういうゲームじゃないから、はい、ちょっとこれなんかこれね、あの撮影の話すると今日1戦目なんですけど、ちょっと良くない感じだったんで、ちょっと3万になってないなと思ったんで、はい、トップは取ったものの、そうちょっと次からちゃんと大事なんで頑張ろうなと反省しました、はいまあ、そうですね、平沢さんの4万 もうゴリゴリやりますし、はい、まあその言い訳にはできないんで、はい、次からちゃんとやりたいと思います。でもトップ良かったですね、めちゃくちゃ強い2人やったんで。そうですよね、でかいですよ、でこぼ取れたのね、はい、めちゃくちゃでかい存在で、しかも、ね、セミファイナルで合流して、はい、やっぱりワイヤマさんとかもずっとしばらく打ってなかったし、はいね、結構緊張するタイミングというか。そうですよね、うん、違うリーグでしたもんね。そうそうなんですよ、はい、でめちゃくちゃ強い2人と、ね、合流して初めて当たるところだったんで、はいまあ、トップ取れたのが良かったと思います。素晴らしいです、はい、でこれでアルタリジャパンも上に上がりましたね。そうですね、はい、はい、ポイントだったのが、はい、じゃあ引き続き優勝目指して頑張ります。はい、平沢元気選手でした、ありがとうございます。あ、いいっすね、はい、でも